はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージュです。今回は This is the Police 67日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思います。まずは新聞からですね。21歳アリソン・ベル残虐殺人の犠牲者に、これは歯医者による犯行ですかね。視聴者の実習生遺体アパートで発見、手頃なフリーバーグの住宅建設と。これ一軒家かな、マンションかな。で、メモは、おお、なんか視聴者ブーブーブー、マフィアイエイエイエイになっていて、警察署がハテナ、ただより高いものはない。これだけだと何言ってるかわからないな。今回どう動けばいいか全然想像がつかない。ホース、昨晩ゴミを出しに行くと、たまたま膝かぶれを起こしてしまったんですが、今朝になって足に水ぶくれができているのに気づいたんです。深刻な症状ではないのですが、念のために医者に診てもらいたいと思います。休暇を取ってもいいですか？まあ、病院に行くんだったらね、じっくり休んでくださいということで、このシフトで臨みましょう。イケメン、最強刑事、いや、警官、フロリドがいるんで大丈夫でしょう。市長の言うこともね、これからはちょいちょい聞いていきたいなとは思うんで、というのも、これ以上刑事、警官スロット減らされたくないですからね。早速ペナルティーかー。まあ、じゃあ今日来なかった、ホース君を解雇するしかないよね。刑事が全員死亡または解雇された。モーザがやられたか。テレビプロジェクト。ジャック、お前の部下がテレビでくだらない嘘を言って、お前や死刑を批判したそうだな。おかげでテレビ局に圧力をかけて番組を潰さなくてはならなかった。今後はおしゃべりな部下は抜かりなく管理してくれ。ああ、そしてケネディとウッタードは今すぐクビだって。無理だよ、こんなクビにしたらさ、お金ないもん。で、刑事の交代。有名な連続殺人犯が市内に出没したが、警察はそれに気づかなかった。いやー、気づいてはいたんだけどね。刑事たちは明らかに気が緩んでいる。7日以内に若くて有能な刑事を雇って人員配置を更新してほしい。そして役に立たない者たちは警察署から遠ざけておけ。いやー、警官が足りてないんですよ、お宅の解雇通知によって。で、連続殺人は刑事を2人今日も出せないか。今日も出せないですね、2人。雇えないよね。2日間かかると出ているし、警察署の方には、まあ、リクルートする要員はいたとしても、スロットに空きがないんで、まあ、どうにもならないですね。しょうがない。では、麻薬取引チャイナタウンへ急行しましょう。年老いた男性が不審な男がアパート付近をうろついていると通報。その男はここの住民ではない。隣人の顔全員知ってるからな。麻薬の売人に違いないと。なんか嘘くさいけどな。まあ、しょうがない。モリスとドレイク、この2人を送りましょう。まあ、誤報であったとしても、この2人だったらさほど痛くはないですからね。できれば行ってすぐ戻ってきてほしい。まあ、明らかな誤報だって分かるものに関しては派遣しないんですけどね。ちょっとこの誤報の見極めが難しいんですよね。麻薬取引結果ですね。誤報だったか、やっぱりな。その男は麻薬を持っていなかった。彼は恋人を待っていただけだった。彼女と口論している間に連絡がつかないらしい。うん、悲しいな。ぜひぜひ仲直りしてほしいですね。結構ね、僕もタイに遊びに行って女の子と遊んだりするんですけど、キレられることはよくあるんですけど、僕がね、怒るってことはまあまずないですね。なんで、きっとね、彼もキレられたんでしょう、彼女に。さあ、警官が全員揃ってる今のうちに事件が起きるなら起きてほしい。武器を用いた暴行事件。カード払いでバラの花を買えなかった男が花屋で働く女性店員に襲いかかった。それだけで襲いかかるかな。 目撃者によると、その男は女性を銃で殴り、梱包用テープで首を絞めたらしい。男はただ人間として接してもらいたいだけだと寂
警備続けていた。なんかこいつの方が麻薬使ってそうだな。僕も結婚記念日とかには花束を送るんですけど、だいたい5000円ぐらいで適当に包んでくれってお願いするんですけど、バラの花束1輪2輪とかっていくらぐらいするのかっていうのはね、ちょっとそういうのには疎くてわからないんですが、カード払いするぐらいの額だったのかな。まあ、僕はコンビニでガム買うのにもクレジットカードを使うんですけど、まあ、カードが使えないところってあるじゃないですか。例えば、コーヒー飲みに行ってドトールとか、ベローチェとかクレジットカード使えないですよね。で、逆にスタバとかタリーズとかはクレジットカードが使えるんですけどね。なんでそういう場合にはね、もう諦めて現金で払いますけどね。彼はそれを飛び越えて女性に暴行を加えたわけだ。そしたらここは、マリニアックに、ドレイク、スカンロン、この3人を送りましょう。なんか危険な匂いがするんで。犯人を捕まえましたと。じゃあ早急に戻ってきてくれ。刑事を雇わないと連続殺人事件の捜査ができないんだよな。人質事件、クリストファー・サンド、久しぶりだな。爆弾が取り付けられた様子のベストを身につけた男がアイスアリーナにあるアトラクションの横に立っている。そして危険物を今すぐ解体し取り除くよう要求している。どういうことだ？来園者とその子供たちは観覧車内に閉じ込められており、その爆弾男は人々の解放を拒否している。ちょっと意味がわからないのが、危険物を今すぐ解体し取り除くよう要求しているっていうのは、この自分が着ているベストについている爆弾のことを指しているのかな。まあ、いずれにしても人質がいるっていう時点でかなり危険の、ね、高い内容だと思うので、スワットチームに護送車も出しましょう。まあ、今回はかなり平和に事件がこう頻発している状況ではないものの、刑事がなくて連続殺人の捜査が始められてないんでね、なんとか警官を増やしたいですよね。刑事かな？刑事を増やしたいですよね。人質事件の方は犯人逮捕できましたね。で、誘拐事件。凶悪な事件が多いな。スワットチームが戻ってきてないんで、ちょっと後にしましょう。あと21秒あれば、スワットチームは戻ってこれるはずだ。戻ってきたらスワットチームを出しましょう、誘拐事件に。OK だ。フェリーペ・サントスは彼の元ビジネスパートナーと武装した3人の共犯者が彼の家に侵入し金を要求してきたと話した。サントスは全ての現金を銀行に預けているため、その場で金を払うことができなかった。彼らはサントスの妻と乳児を誘拐し、郊外の廃屋へ連行。サントスには3時間以内に現金を持ってくるよう命令。奴の名前はラファエル・ソーザ。3年前に私たちは一緒に会社を立ち上げた。経営はうまくいかず、1年経ったところでラファエルは多額で買収するよう脅してきた。現在の経営状況がいいと知ったラファエルはさらに金を要求してきている。まあ、都合がいいやつだな。これは同じく凶悪事件ではあるものの、マリニアックとスワットチームを出しましょう。いや、さらにモリスも出しとくか、3人。で、モーテルでの殺人事件の方に行きましょう。モーテルの社員がぐったりした人物を部屋から運び出しているのを見かけた。彼らは部屋を引っかき回して何かを探しているようだ。なんか誤報の予感がするんで、ドレイクとスカンロンを出しましょう。誤報の見極めが本当に難しいからな。まずは殺人事件。新しい写真を3枚入手。じゃ、ちょっと今回は捜査をしていきましょう。もうすっかり事件の内容を忘れちゃったな。そろそろ解決したい。黒のセダンがビルディに乗り付け、2人組が降りた。1人はレインコートを着ていたな。2人は何も言わずに横を通り過ぎた。で、ブロンクはエレベーターが開く音がして振り返ると、怖い形相の男が2人、武器は持っていないようだったが、すごい殺気を放っていたと。
で、強盗だった可能性もあるが、中に何か入っていたかは知らないが、金庫を持っていましたよ。金庫が荒らされたとは書いてないね。その二人組なら確かに見た。時間を覚えていない。詳しいことは知りませんが、エルビスは問題を抱えていた。彼の仕事を横取りしようとしている人がいて、その賄賂を渡そうとしていたようですと。なるほど。順番で言うと、まずは、黒のセダンがビルに乗り付けて、二人組の男が、降りてきたわけですよね。黒のセダンというのは、これだよね。16時1分だ。降りてきた。これだよね。で、このジャケットの色を見る限り、どうだろう。これは関係なさそうだよね。これ黒のセダンといえば黒のセダンだな。となると、黒のセダンが乗りつけて、二人組の男が降りてきて、んでだ。女性が目撃、金庫が荒らされたとは書いてないよね、どこにも。いや、まだちょっと足りないな。で、ひき逃げ事件の方ですね。新しい写真は見つかっていない。捜査の方はというと、写真の数は十分だな。ちょっとこっちも、今回捜査をしておきましょうか。事件を解決して刑事を増やしてもらいたいですからね。濃い色の車が高速でカーブを曲がり、歩道に乗り上げながら突進。歩行者を跳ねた時も全くスピードを落とすことはなかったと。事故の少し前に酔っ払いを2人ほどバーから追い出した。常連客に喧嘩を吹っかけたからだと。数日前、父は図書館で仕事中、騒いでいた2人組を注意。それが元で喧嘩になり、もう少しで殴り合いになるところだったが、2人組は去り際に父を脅すような言葉をかけていた。車には2人乗っていた。すぐ近くを通ったので、助手席の男がひげ面だったのが見えた。クリーメックは誰かに後をつけられていると言っていました。なるほどね。ということは、まずはひげ面の男という時点で、これもひげ面の男だよね。これもひげ面の男乗ってるけど、車の色がわからないな。濃い色の車、普通どうだろう。黒だったら黒い色の車って言うよね。ってことは、きっと赤なんでしょうね、車の色は。おそらく。おそらくですけどね。そうなると、全部操作をやり直す必要があって、高速でカーブを曲がり、歩道に乗り上げながら突進。突進しているように見えるっちゃ見えるけどな。そしたらの、どうかな。ちょっとまだ数は足りないかな。これでも歩道だからね。これお、ほ、横断歩道ですもんね。となるとちょっと違うよね。ちょっとまだ早いかな。お、正しい順まで完成した。やったー。なんか全然推理してた内容と違うけど、結果的に解決したか。OK だ。そしたら警官を出しましょう。フロリドとレイグッドを出しましょう。犯人逮捕だ。銃を持った男が、廃屋じゃないね。廃屋であってるね。ベランダでタバコを吸っている。家の裏口にまず回りましょう。で、家の中では音楽が大音量で流れている。武装した3人の男はテーブルに座ってカードゲームをしている。そして片隅では子供を連れた女性が怯えている。これ誘拐された女性ですね。どうしようかな。これパッと見、拳銃を手に持ちながら大音量で騒いでるよね。急いで駆け寄ると撃たれる可能性あるし、男たちにいきなり襲いかかりましょう。気づかれてないはずだ。やっぱりね。さすがスワットチーム。殺人事件のモーテルですね。誰かが部屋の中で懐中電灯を照らしている。犯人たちが声を荒立てていた。まず武器を使って部屋の安全を確保しましょう。
犯人たちは混乱している。一人はナイフを持っているが、その他は懐中電灯しか持っていない。刺されて負傷した人物が横たわっている。ナイフを持っている男を撃ちましょう。まあ、市民に死者が出たとしてもしょうがない。いや、出なかったね。さあ、ひき逃げ事件の方の犯人が逮捕できたかどうか。犯人捕まえましたね。グッジョブ。はい、というところで今日の勤務終了していきましょう。いや、ビーズリー、いい仕事しましたね、今回は。なんだ、こいつ家にいる時もカツラしたままなのか。かなりカツラに依存してるな。ラーナか。ラーナって確か検察だったよね。あ、そうだよね。I don't sleep too much either, so I thought I'd call you and apologize for last time. But it wasn't the last time, was it? Well, I've been going over our conversation in my mind, and I realized how stupid I sounded. You're the chief of police, and there's a strange girl calling you, saying she'll be the next city prosecutor, just to share the news, I guess. I must have sounded crazy. Not so crazy as you imagine, Lana. When I learned I was going to be police chief, my parents were already dead, and my only friend was working 1,000 miles away from Freeburg. Wife and kids were relaxing on a distant island in the middle of the ocean. It took me 6 hours to get a hold of them. But I had to share the news with someone, or I would have gone mad. All the more because I was surrounded by half a dozen cops who figured they were ahead of me for the job. I figured you were feeling about the same. It's like you're reading my mind. Now I'm like an outcast here. Most of them still think that Mrs. Broom was joking or trying to show her deputies that she's in charge of appointing her successor. But I know it's no joke. For some reason, I didn't doubt it, Lana. That's probably why I'm calling you. I know it's selfish. I'm sure your wife isn't too keen on girls calling you at night. My wife and I, well, we're not そうなんだよ。妻とは別居してるんだよな。Maybe I'm the loneliest man in town and That's why you called, to talk to someone even lonelier than you, huh? Lana? 頭をね、撲殺されかけ You know, Mr. Boyd, ましたまあ、からね。but until this moment, I didn't realize how lonely I am. Well, you're in luck, because now you can call me anytime. But if you do, you'll have to call me Jack. Jack? It'll take more than one phone call to get used to that. Well, we're not in a hurry, are we? True. はい、というところで67日目いかがでしたでしょうか。次回は68日目ですね。プレイの方をしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。